2019明治安田生命 J2 リーグ第42節アルビレックス新潟対ヴィファーレン長崎の一戦をお送りします。新潟のホーム殿下ビッグスワンスタジアムです。今日の新潟市は非常に暖かいです。最高気温が 22.1 度。では新潟のスターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーが大谷、ディフェンスラインに堀米、大部、マイケル・ジェームズ、早川、秋山と豊島のダブルボランチ、そして2列目には本間シオン、シルビーニョ、渡辺新太、最前線にレオナルドというこの終盤戦いつもの11人です。続いて長崎のスターティングイレブンは 4-4-2 です。ゴールキーパー徳重が入りました。ディフェンスラインに亀川、角田、高杉、米田、秋野と今日は島田のダブルボランチ、左に澤田、右吉岡、前線はビクトル・イバルボと玉田の2トップです。イバルボ収めて亀川、玉田に預ける。玉田突破する、クロス、低いボール、シュート、15番の島田。新潟の選手に当たってコーナーキックです。シルビーノがテクニック見せる、切り返してレオナルド、レオナルドかわして、かわして、かわして、パスを出す、ワンツーからレオナルド、今シーズンの28点目、得点ランクトップをひた走るレオナルドが先制点を決めました。後半の4分、後半の3分でしょうか。そしてゆりかごパフォーマンス、マイケル・ジェームズに第2子が生まれました。もう一度入れてくる、流れる、来た、同点に、これは、いや今4番の高杉だったんですが、オフサイドですか、どうですかね。オフサイドじゃないだろうという手倉森監督、ベンチメンバーも腹心に詰め寄ります。これはリプレイを見てみないとなかなか難しいシーンではありますが、イバルボですかね、オフサイドポジションにいるのは。ですからその守備陣のブラインドになったというか、そうですね、そういった判定なんでしょうかね、関与したという判定でしょうね。秋野、こぼれて、これは惜しかった、吉岡頭を抱える、反応は良かった、そうですね、反応早かったですけどね。後半も15分を経過、新潟コーナーキックのチャンス、オーベー、新潟追加点、オーベ旬今シーズンの4点目、ピンチの後に新潟仕留めてみせました。今シーズン全ての試合で出場しているオーベ旬が最終節に決めました。完全に振り切ってましたからね。長崎の手倉森監督のメッセージはもうゴールを奪いに行くぞという強いメッセージですよね。そうですね。さあ堀米、シルビーニョー、右に外れました。
して米田のシュート、決まった、1点返した長崎。米田が右足を振り抜きました。いやー、豪快にゴールネットを揺らした。そうですね、新潟は40歳のレジェンド野澤陽介が今このビッグスワンのピッチに向かいます。そしてここで試合終了のホイッスル、レオダルドゴールを決めて得点王。小屋には惜しくもゴールはありませんでしたが、1点を返した長崎。アルビレックス新潟対ヴィファーレン長崎の一戦は2対1でアルビレックス新潟2019シーズンを勝利で締めくくりました。